はいどうも、ちさんです。はい、しぐれです。はい、モンスターハンターワールド続きやっていきたいと思います。はいはい。はい落ち着こうって言ったけど全然落ち着いてなかったわ、心がそれ言っちゃったら元も子もないような気がするんだけどサーフリしますっていう手がね、3、2の時点でもう1になってたフライングすぎ1についてって言ってる瞬間にさ、もうドンしてるようなもんだぞ、それただのフライングって。で次はですね、ちょっとつ猛進の、なんだ、何たち、花たち、やからたちかですね。花、はい。大塚の荒れ地だそうで、このね、個人的にケストドン、うん、王の素材を集めたい。ああ。はい。じゃあまあまあ見つけたら狩るぐらいで。ああ、オッケー。はい。一回出発してみようか。出発したら、どうなんだろうね。見終わって即撤退してやるしかないのかな。ああ、そういうことをちょっと一旦やってみましょうか。じゃあ待ってようか。そうだね、まあちょっとアドバイザーとして頑張ってください。画面見えないけどどういうことかしら。画面の見えないアドバイザーって新しくない？ね、頭の中で映像を作り上げなきゃいけないからまあ至難の技だよ。得意でしょ。あ、本当だ、イベント始まった。さあ頑張れ頑張れ。ああ、ここが有塚の荒れ地ですね。あ、いや、荒れ地ですね。荒れてますか。うん、荒れ荒れですね。頑張って。いよいよ痕跡回収の始まりですな。そう、早く見終わってくれたまえ今ね、終わったんだけどね、これあれだわ、護衛とか書いてたから、もしかしたら嫌な予感しかしないな。あ、皆さん、初見殺しが始まるかもしれないですよ。ちょっと待って、参加人数の設定が今できる。拡張しました。で、今入れる？これで入れたらどうなんだろう。結構カオスないで。確かに。おっと、いけないですね。いけないですか。今確かになんかおじいが喋ってはいる。おじいが喋ってる。今ですね、うん、なんかお嬢となんかおじいが荷台を押してまして、うん、ああ、はい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 。それを、あ、前にもおじいいるじゃん。おじい3人がかりやで。を私がついていってる状態ですね。おじめずだった。綺麗な滝、ちょっとここで休んでいこうよ。行かない進めよめっちゃサキサキ行くんだけど、こいつ。っていうか、私も押さなくていいの？私もそうか。多分お嬢より強いと思うよ、力。君はね、護衛してあげなさい。あ、護衛ね。うん。何のために荷車を押してないか考えようぜ。石ころしか拾ってないよ、私。大丈夫かな？大丈夫なんじゃない？石ころマスター。やったぜ。ちょっと早く行こうぜ。早く早く。ちょっと待って、うちのちょっとリアルなワンコがさ、無理やり腕に、うん、ちょっと今ちょっとカット植物も硬いからで身の乾燥を防いだりしておるんじゃよ。ほう、なんかこう荒れ地だから植物とかも全部こううまいこと適応していってるみたいなことをおじいが言ってますね。うん。坂道だよ、辛くない？押そうか、押そうか、私も押そうか。押さなくていいよ。なんか果実がある。果実取ろう。それにしてもこの護衛、道草ばかりである。ちゃんと守ってあげて。なんかね、平和だよ。誰もいないし。守れよちょっと休憩するって。お、おお、大割塚に着きました。
まだまだ距離はありますな。これ距離あるって言うけど、私がパパッと走ってった方が早くない？はい。ね、その荷台いらないでしょ、何も入ってないじゃん。あ、これに持って帰ろうとしてんのかな。あの説明読んであげて下り坂だ。おー、話すなよ、お前、前のおじい飛んでいくぞ。めっちゃ頑張ってる、わろ。ねえ、なんか手伝わせてよ、なんか暇なんだけど。だったらせめてこの荷台に乗せてくれないかな。ダメと思う。なんか来た。蜂蜜が欲しい。確認お願いしますとか言われた。行きたくない、行きたくないよ。頑張っていって。クリアリング。カバーからのクリアリング。リオレイヤだ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよしぐれこれ。知ってる。めっちゃ可愛いよしぐれ。セカンド G からずセカンド G からしかやってないけどずっといるよ。逃げの一手とか言ってる。逃げんの？逃げるよ。もう石ころ投げろって言われた。石ころマスター。やっぱり役に立つ時がやってきたよ。石ころマスター。あ、そっちに行くの、ごめん。こっちこっちこっち行って、こっち石ころマスターやべえ、見つかる、見つかった気がする。走って逃げて。やめてー、助けてー、走れ走れバカ野郎。画面が分からない。ニャさん先に行け。ニャさん先に。やめろ。やはりやはりお供を犠牲にするハンターだったよ。ニャさん、ニャさん先に行け、置いてかないで。あ、逃げれた。でもあれ借りたいな。まあ借りるとは思うけどね、乱入してきちゃったら。はあ、借りたいね。あ、でもなんとかな。目的を先果たしてもらわないと、俺はいつになっても参加できないんだよね。一応ね、こっち参加人数はしてるんだけどね、やっぱりダメだね。イベントシーンを見なければ俺はいけないんだよ。もうこのクエスト自体がイベントなのでは。いやー、確かね、初見殺しっていうものがあるからね、ちょっと北総園でおくわ。何なんだろうね、このね、参加する側としたらさ、まあウプ主が落ちることにとっては構わないんだけどさ俺が落ちたらいけないっていう使命感が生まれるからさ、いいんじゃない、とりあえず先に進めて防具作っておきたいっていう気持ちしかないよね。いいんじゃない、こうあれが出て、責任感が出て、人に押し付けていくスタイルですか。あ、君も頑張ってよ。アポケロスは身の危険を感じる。ああやって防御の体勢を。アポケロス可愛いな。まあね、生肉だから。やめろ。そういう良くない。生産主義者良くない。生肉だから。あ、もうアリッツが近いよ。もう行こう、走ろう。なんか痕跡がある。なんだこれ、大きい痕跡がありますね。皆さん、もう一息ですよ。あ、フラグが立ってるような気がするけど、行くよ。なんか大きい痕跡がいっぱいありますね、足跡とか。嫌な予感がしますね、何かがいるような気がする。翼竜が見える。あいつら早えな、目的地近いといけないダッシュしらすと。荷車放置だから本当に。マグダロスの痕跡ね。はあ、今痕跡が目の前にありますね。
あ、一応ハンターボレベル2なんだね。はい、そうですよ。まあそうじゃないと困るんだけど一応やれるとこまではやってます。うん、あ、なんか出てきました。ポッポルポロス、すごいリーゼントだ。ヤンキーが来たぜ。ヤンキーがやっといけるか。くー、まだか。ヤンキーが来た。ちょっと待ってね。くらえこの野郎。イベント映像終わりました。超かっけ。今いいところ。これ敵中。なんかすごいアクション映画みたいだ。あ、グラフィックが綺麗だからね、そう見えちゃうかも。あ、戦いになりました。救難信号の発信が可能になりました。ちょっと待って、狩猟しろって言われた。早く、うちのニワさんが死んじゃう。いけそうですか。やっといけそうですね。なんだこれ。パスワードはさっきと同じで大丈夫かしら。はい、大丈夫です。あ、じゃあちょっとしぐれが来るまで待ちましょう。うわ、来る前に死にそうなんですけど、皆さんどう思いますか。すごいよ、突進がすごい。ちょっと遠距離の稼いこの野郎。全然効かない。これダメだな。あいつ穴を掘っているぞ。やめろって。やられるかよ、ニャさん。お前これはリーダーの参加の承認を待っていますってなってるんだけど。承認？お前この状態で承認しろってか。くそ。あ、いけた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 。わーい。オッケー。わあわあわあ、待って待ってくださーい。あ、待って待って待って、助けて。え、何もしなくていい、大丈夫。なんかしてて。え、違う。え、こ入ってる本当に。なんかこっちにしぐれの名前ないんだけど。いや、ロードダウンだから。あ、入りました。クロニャンが先に入りました。クロニャンがログインしました。知りそう。あ、ニャンさん待って。ニャンさん、高中をハニヤさん、ありがとう。 あ、君の分の回復薬も全部持っていったろうかな。ありがとう。くいや、持てるだけ持っていくけど、多分無理くさいな、無理くせえな。ぐんにゃろ。いや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 、ヤッコさん気づくの早い。あ、いかよ、早いぞあいつ、でっけえ偶然のくせに。俺ここから追いかけなきゃいけないって、まあまあきちんだけど。あのさ、翔平、翔、翔、翔平平。違う。あーね、すぐ行くから T さん待っててよ。なんか信用ができないんだが。向かってるから。強いなあいつ。お尻をドーン。こっちだったっけ。お尻を。にしてもさ、ほんとマップ広いよね、ワールド。そうですね、ワールド言うぐらいですからね。いやー、方向音痴殺しですよこれは。嘘つけこら、早く来いや。どこだっけかいね。お尻を。よいしょ。あー、もうちょっと、もうちょっと、多分モンスターへの誘導。多分もうちょっと。逃がしたし、逃がしたしっていうか、逃げたの間違いなんじゃない。あ、鉱石鉱石。鉱石大事。おい、何が大事だ。私の命の方が大事だろうが。うわー、それは実況者として落ちた方が面白いからっていう。アホ、ね、ちょっとしたスパイスを聞かして。こっちはハンター生命がかかったんじゃい。待って。大丈夫。人間そう簡単には知らない。ポロ待って、ポロ。ポロが、なんか、ポロが食いた。うわ。ポロ。
で、なんか出てきた。あーあー、ちょっとこれはちょっとこれはまずいですね。ポロくんな、やべ、これ難しいな。スタミナある程度残しとかなきゃいけないな。あー、まかないと鉱石が出ない。おい、だから何してんだよお前、こら退屈。おい、退屈じゃねえ。やることあるんでしょうが、ちいさんを助けに来るっていうのがあるでしょうが。お前どこにいるんだよ。もういい、マップ見ろ、マップを、お前マップを見ろよ。あ、プルプルしてる。あ、多分あっちか。あっちかな。逃げたんだよね、プハ。あの、助けに行きたいんだけど、人の話を聞いてもらわないと助けに行けないんだけど。いいから早く来いよ、握手しろよ。痛い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 、こんにちは。どこ、ヒーローは遅れてやってくるって言うだろ。どこ、ヒーロー見えないんですけど。あ、見えた。ヒーローは遅れてやってくるって言うだろ。どこぞのアメリカだよ。痛い痛い。もう手負いなんだけど、ヒーロー。やばい。そういう時もある。そういう時しかねえだろ。傷だらけのヒーローやった。傷だらけ。あ、またどこかへ。ポロー、ポロ迷子になるから。どこに行くの、ポロ。迷子になるよ。さっきね、会っちゃいけないモンス、大型モンスターと会ったからね、俺すごい逃げて。やめろよ。連れてこようかしら。いや、来んな来んな。大乱闘。ご退出いただいて。新規2名様です。いやいや、2名様いらない。お前ふざけんな。やりきれるか、そんな対応、対応しきれるか。お客様、泥酔は困ります。お客様、めんどくさいタイプの客だし、そしてやばいって、水の中やばいって。何この魚でけえ。この魚釣れるの？でもね、これはちいさんのチャンネルですし、俺が活躍してもダメなのではないでしょうか。この魚釣れるのかな。あの、戦いなさいよ。え、うわー、ポロが、ポロが侵入。ちょっと水の中勘弁してほしいな。へえ、こっちにはこっちでまた違う何かがいるし。わあ、小さにちょっと、小さにちょっと接客してほしいっぽいよ。あ、ご指名ですか。ご指名ですね。ああ、それはそれは、あの、早く帰っていただきましょう。ちょっと早く、あの、失礼をして早く帰っていただかなければ。あ、すいません。チャージ料はおいくらにします。50万で。たけー、ぼったくりだ。はぁ、早帰る早帰る。ハンターにとってお金は大事と言いますけれど、それはさすがにぼったくり。そうそうそう、やっぱ金欠になるからね、ハンターはね。あかんて、こっち来んなて。にゃーさん助けて、にゃーさん。やっぱ一人で狩るよりか遠距離いた方が助かるな。にゃーさん助けて、にゃーさん。乗ります。何に？あ、すげえ。モンスター。あいつモンスターに乗りまーす。そのまま寄生してよ、そいつに。無理だな。これはいつから右になったんですかね。これでも食らえ。これでも、これでも。うわあ。落ちるわけにはいかんのですよ。よいしょ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 。あいつなんかリンチしてるぞ。あれ、届け出た方がいいんじゃねえか。あ、お客様、お客様、ちょっと、あ、店内に横になるのは困ります。お客様。やばい、めっちゃ酔っ払ってるあいつ。お客様、お客様。おっと、店内での方向は、店内での方向はちょっと他のお客様のご迷惑にはなりますね。店内の方向ってなんだよ。どんな客だよ。ちょっと酔っ払ってるからね。やみすぎだろ。やみすぎだろ。ちょっと会社で嫌なことがあったんじゃないですかね。ありすぎでしょ、そんなの。抱えきれねえわ。やみをかけてますね。ちょっと片手間にお肉食べながらね。
モンスター界の闇を抱えて、ちょっと彼は生きているのかもしれませんだよ。からリーゼントなのか、あいつ。ちょっと生きれば許されると思ってた時代もあったようです。若気の至りですな。おかかげわのいい。痛み。お何歳尻。だろう。何歳なんでしょ 180歳ぐらいじゃない、でかさからすう。るイケイケなおじいちゃんですね。そうそう、わしは今でも あ、元ま気ずい。じゃっていうタイプの。何これ、私なんか今あ、すごいとこ登ってる。わしをじじい扱いするんでねっていう。なのにね、優先席に座るおじいちゃんタイプね。そう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 、若い者がこんなとこに座ってみたいなね。あ、これ勝ちなん確じてゃやつねだ。え、勝ち確じゃねえ、ここ。あ、登ったよ。よろおしいく。おいおいおい、あじゃあ。やめてください、お客様。困ります。こちらはスタッフオンリーでございます。アスタフルメイの侵入は NG です、お客様。あ、お客様。お客様、フロアにお戻りです。お客様、おしぼりがご利用でしょうか。バックおヤー客ドから様。お腹痛いんですけども。お客様、お身客様、震いちょっしてるんでと。すけど大丈夫？アレルギーでもあったんじゃないの？お風呂に入ってないからって、ちょっと店内でのシャワーのご 希望は汚 NG ですい。お客様。汚いよ。シャワーってさっき水辺にいたのに。もったいない。ここは天井ですので、お客様。当店ではそうです。ルームサービスはご利用になられません、お客様。ルームお客サー様。ビス。早く、ちょっと君、バイト代出ないよ、そんな接客じゃ。お客様。お客様暴れおて客るじゃない様。か。お客様。ちょっと当店のサービスが満足いかないからといっおて、突進尻、すこるののやは。ろ。お前何、お客様逃げちゃったじゃないか。お客様、ちょっとお金が、お客様、お支払いがまだです取りの立てで。ろ、取り立てろ。お客様、お支払いがおまだです。腹痛い。 ちょっとお客様立ち止まった。何してんだあいつ。立ち止まったぞあいつ。ちょっと電こっ話してちるんじ向ゃいないた、かこっち向いたぞ、こっち向いたぞ。帰ってきた、帰ってきた。おちょっ戻りでとす。指名のチャージ料が高かったんで、ちょっと訴えて、ああ、危ない。実力行使入れたお客様。危ない。やばい、お客様が痛頭い。突き用なやさばりい。かけられましたよ。まずい。お前、お客様。指名した女の子、女の子じゃねえ、ごめん、男だった、こっち。男に何してくれ女ての子は私です、お客様。ん。ない。ちょっと、相手、これ女性なの、これ。これ女性なのね。おかまかもしれん。おかまに、ちょっと待って、おかまに指名される男の人ってちょっと危ないんですけど。逃げなきゃいけないやつじゃないの、それ。危ないやつでしょ、それ。お客様、当店でのお持ち帰りは NG です。アフターねえからな、アフター。お客様、そんなに頭をブンブン振り回されてましても、ヘドバン困ですります、か。お客様。一緒にしましょうか。ここでまさか BGM で何か流れるんじゃないだろうな。何流れます？ビジュアル系でも流しましょうか。ビジュアル系いきましょう。ちょっとお客様がちょっとね、うわ、ヘドバンを出されてるようなので。ヘドバンで人に向かってヘドバンするのは良くないと思うよ。 人に向かって頭突き出すのは良くないと思うよ。こんな感じっていうお手本が欲しいのかもしれない、このお客様。おお、まあ、3次元ちょっと出てこいよ、見せてやるよ。 本気のヘドバンってやつを見せてやるよ。2次元での接客お願いします。ちょっと無理かな。 あるんかな、ヘ2ドバ次ン元で的じゃな。ないとお客様が満足なされないようなので。ヘドバン的なモーションあるのおか客様。な。お客様、ちょっと大こんなき痛く、いあ、げの前。首を振るっていうのがあるね。これ反対でしたな。違うな。ヘドバンですか？いて、なんか。お客様、ちょっと。お客様、ちょっと、何なさってるんですか？お酒ならまだ残ってますよ。お客様。あれ、しぐれどっか行った？なんかい静る寂よ、を取ちゃり戻したんだけど。んといるよ。なんかに刺され多た。分ね、お客様がちょっとお食事なさってるだけなので、お客様、持ち込みは NG です。あれ？あ、いた。
ナンバーワン入ります。おい、お客様。いやー、いただけませんね。すいません、ちょっとボーイに向かってそういうのやめていただけますか。あ、ボーイじゃなくて女の子なんです、すいませんでした。がなんて言うんだろうね、ホスクラでもだってね、あのボーイ男の人だもんね、ほとんど。女性もいるけど、危ね、危ね、危にゃ危にゃ。うわお、チーバーはちょっとこのお客様には向いてなかったようですよ。どうしますか。いやい、ちょ、そうです。ちょ、店長、店長帰ってもいいかな。ちょっとお客様また踏み倒しに入ったんだけど、ちょっとお客様が捕まえろ。お客様捕まえろ、あの尻尾、あの尻尾捕まえろ。お客様に馬乗りに、お客様に馬乗りに。いや、捕まってねえよお前。捕まってねえ、それ。じゃ、こっち来んな。店長、ボーナス出ますか。ボーナス出るよ、出る出る。もうちょっと捕まえて。お前、ちょっとやばい。ボーナス出るとかやばい。ちょっとお客様になってどこに行くの。お客様、お客様、お客様、お客様が、つぶての、お酒の飲みすぎで、つぶての雨を降らしてやるよ。おらおら、これやれ。店長、何、なんだ、なんだ、つぶての雨だ今。お引き取り願いますか、このお客様には。じゃあやめて、店長、かられちゃうから。店長がかられちゃう。店長、ニャーさん助けて。店長知らないで。ニャーさん助けてくれた。あの、てここで店長代理になりたくないから早く。店長、店長殉職っていう。お客様。あ、お客様。二階級特進ある？ない。痛い。接客業に二階級特進ある。ない。それだったら最初のね、うつつけのやつだったら俺もすでにそうなってるから。やばいやばい、お客さんこっちに気づいた。お客様、お客様、お客様、当店でのヘッドバンドは禁止です。お客様、ヘッドバッキング。待って、こいつお尻からこっち来るんだけど、やめて。 お尻でこっち来ない。ここそういうバーじゃないんですけど。だった。でもお尻ばっか打ってるわ。ごめん、痛いね。柔らかいところばっかり打ってるね。ちょっとお客様、お客様、お腹痛い。お客様、お客様、またまた踏み倒しだよ。こっち戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。お客様戻ってきた。ちょっとお腹痛くてもボタン押せないよ。お客様、ちょっと、どこ行くんですか、お客様。お腹痛いよ、涙でモニター見えないよ。店長ちゃんと見て。どこ行った、あ、鉱石。あ、お客様、お客様、お客様、何がしたいんですか、お客様。いた、お客様発見。お客様がお戻りです。お戻りですって。お客様がお戻りです。 なんでそんな大変。シュッ、なんかもう言葉が出ないよ。もうお腹が痛い。ちょっとトイレ探してるのかもしれない。トイレは、トイレそっちじゃございません。お客様、早く案内してやれよ。もう尿意が大変なことになって、変な歩き方になってるだろうが。お客様、お客様、お客さん戻ってきた。お客さんもめっちゃ荒れてるんだけど。当店での接客はどうなんですか、お客様。めっちゃ荒れてる。お客さんめっちゃ荒れてる。買いたい。にゃさん助けて、死んじゃう。多分食料じゃない。お客様、ちょっと店内でのバタつきは NG です。もうちょっと静かなご食事をお願いいたします。お客様、めっちゃ破壊しまくってんだけど。お客様、ちょっとつぶての雨じゃ。当店のオブジェクトを破壊するのは、当店のオブジェクトはちょっと。やった。あ、お引き取り、お引き取り完了です。お客様潰れました。お客様潰れましたので。あ、ちょっとやっと帰れますね、店長。疲れた。
ハゲハゲ身ぐるみハゲちょっとお客様のお財布をあさってちょっとねもう金目のもの全部持っていけやりましょう店長やりましょう質屋に全部売り飛ばせこいつ損害賠償高いぞこいつちょっとご指名料のチャージ金の50万もまだですのでお腹痛いお客様お客様伸びちゃってんじゃねえかもう頭めり込んじゃってさちょっと今まで映像に映らなかったからちょっと映り込んでいこうもうめっちゃ映ってる今なんかもうめっちゃ映り込んあのそれついていく黒の身にもなって黒優秀だからはいクエストクリアいたしましたやりましょうよはいアクエストあのイベント始まりましたねおかえりなさいあーただいま26分かかってるぞ隠れてもらってますはいおじいさんあの無事だそうですみんなあよかったですはいキャンプ先行っててって言われたんで先キャンプ戻りましょうかこちらはねあら誰か来た君はもしかしてご機嫌かもうそれだけの時間が経つのか誰古流の渡る時期がまた訪れたのかすごい髪の毛私もハンターなんだ一騎団のほらちょっと実況してよかった話を聞かせてくれないか一騎団のハンターが出てきましたあのドレッドヘアでなんか若いよ割と好みのタイプですかうん微妙かなガチ飛んで答えられていくサラガミが好きなんですそうかみんなに変わりはないかよかったドレッド NG だったようです学者先生たちの熱意も相変わらずだななんかこの人はあの拠点にいる人ではないみたいですねあのモンスターを追っているのかはあ、痕跡をたどれば真実にたどり着くと思ってどうやら主人公と同じモンスターを追っているそうですねお一人でそろそろですね失礼しましょう私のキャンプがある君たちも自由に使ってくれて構わないキャンプあるってそれとみんなに伝えてくれないか心配はいらないとあやっぱこの人一人で導かれるに任せて進むつもりあの旅をしている人らしいですねもし君も導かれるですね全てを超えた先でまた会おうまた会おうああみんな疲れてるないや俺わかんないからねそっちの映像だから黙ってるだけなんだけどあいやいやあのおじいちゃんたちがねめっちゃ疲れて荷車をしてきてたからはいということでリザルト出てきましたねはーいはいはいまあクエスト報酬はね今のところ全部もらっていきましょうねお供が蜂蜜集めてくれてたいや今回は力尽きた回数ゼロだなまあその点に関しては良かったと思うはいまあ、フラグもね、立たなかったですし。ちょっとね、お客様が暴れてたってだけだから。そうですね、お客様がちょっとあのやっぱあのはしごをされて来られてたのでね、泥酔状態で。そう、ちょっとあの3件目だったかな。一人3次会やってらっしゃったみたいでね。かわいそう、ぼっちだった。もうほら、やっぱもう3次会まで来るともう誰も付き合いきれないんだよ、きっと。あ、言い切ったリーゼントは3次会は行くようですかね。そう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 。ちょっと一人でハイになっちゃったんだねきっとはーいああはい拾ってくれんかったちょっとほっといた方がいいかなっていう大やけど回避されたそうそう、まあ、ほら一緒にやけどするより一人でほら大炎上していただいた方がこちら的にも面白くてあーちょっと手伝うの NG だそうかはいまた司令官とお話しさせていただきますねはい護衛および痕跡の回収ご苦労だったな
五鬼団の働きで各地の痕跡が順調に回収されている。素晴らしいな。今回収した痕跡を調査している。まもなくマグダロースの現在位置を予測できるだろう。さて、調査結果が出るまでの間だが、五鬼団はとある学者の捜索を行ってほしい。痕跡の調査中、護衛とはぐれたらしい。場所は大ありつかの荒れ地だ。はい、とのことで。いや、次のクエストに進めるようですね。はい、そうですね。次はですね、学者さんの捜索だそうです。自分もそこまでなんでちょうどいいかな。あ、そうですか。じゃあ今回はまたこちらで。まあ手伝うためにね、進めなかったっていうのはここだけの話にしておきましょうか。そうですね。はい、ということで、今回こちらで一旦終了したいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。しぐれでした。